はい、というわけでね、今回も、みんな集まってくれてありがとう。まあミーティング、やっていくわけなんだけど、まず一つミーティング前にちょっと話したいというか、お前らあれはなんだ？散々聞いてるぞ。なんだ？お前らの不祥事を。お、なんだ？あ？そんなことばっかりして。なんだ？なんだった？集団でお前らは集団で何でした？あ、本当にあんなことしやがって。なんだなんだ、ダメだぞ本当に。お、何の話してんの？あんなことすんなよ。あんなことなんだ。まあじゃあミーティングやっていこう。おい、いなんだあんなこと。じゃあまあミーティング、今日も、まあ、役者あるある、いいの、うん、役者あるある考えるやつはもう取ったからいいの。じゃあ 何話そうか。まだ俺とゆうくんしか来てへんよ今日はね。あるあるでもあって思ってんけどさ、舞台の稽古の現場行くとさ、これ系のズボン履いてる率めっちゃ多い、ね、めっちゃ多い。あれなんでなんやろな、アジア系のやつと、あと女性だったらなんかスカートに見える、あ、そう、ひひらひらのズボンでしょ。そう、めっちゃ多いよね。あれなんでなん、わかんない。あのなんかさ、しかも縦やってる人やたら多ない？多い。どちらかといえばこれ足開きづらい方やと思うんだけどね。あと T シャツが舞台の T シャツでしょ。あ、舞台の T シャツ、何年 何日からみたいな、あれ多いよね。多い。俺大体私服でやるからな。あと、あ、靴さ、あの人、ね、わらじみたいな履いてる人、あ、なんかペタペタなるやつ、 あれもなんでなの？なんでなの？めっちゃ見る。靴ね、靴、内履き、上履きっていうのか。上履き、上履き持ってる人多いよな。多い。持ってねえんだけど。持ちよ。それに関しては持ちよ。え、結構アカンとこあるやん、そのドキンちゃんのところ、うん、おい、そしたら別に普通に裸足でやっちゃうな。あ、まあまあ、裸足でやるとさ、踏まれるのやっぱ怖い。ああ、踏まれたくないし、ちょっとやっぱ怖いなって思うけど。爪の恐怖、爪の恐怖あるやん、わ、うん、かるわ、うん、裸足はやっぱな、かといって靴下ってなんかさ、滑るというかさ、うん、なんかそれに対してこう動きづらいですっていう言い訳を己にしたくないという。全然でも動きやすい格好していかないしな、俺あんまり。まあね、確かにバッチバチのジャージで動いてるの見たことないわ。うん、ない、あんまり。スキニーでやったりするし。お、自信が。え、本当だ、久しぶりの。お、まだ揺れてる。うん、もうそんな大きくない、ね、そんな大きくないけど2ぐらい。みんな大丈夫か？ああ、いっぱいいるんだ。いっぱいいる。そうか、大丈夫か。いや、楽にせよ。座る座る座る。今週舞台オツだね。そうね、まあ、舞台の話は別にいいか。まあまあまあ、お疲れかいですね、本当。ラジオでしよう。もう、いつ髪の毛戻そうって。ああ、確かに。なんかでも黒染めだったら別に一瞬じゃん。いや、あんま良くないねんって、それが。え、どういうこと、どういうこと。なんか、美容師ハゲるってこと。ハゲもうするやろ。ハゲるっていう意味であんま良くないってこと。いや、なんかもうそれこそ髪の毛にもやし、頭皮にも良くないし、黒染めってあのブリーチの次ぐらいにやばいねんって、あれ。あ、でも言うよね。なんか言うやん、言う言う。しかも、なんか俺みたいなこう赤いの入れとか、なんか青系とかやと割となんかすぐに染めたりしても割と大丈夫だって。あれでしょ、一応黒系統だからでしょ。あ、そう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 、そっち系やから
だから黒染めしても緑とかってそうこっちあれでしょ黄色とかあのそうそうそう、ね、暖色系統ってあれだよねであれ暖色系統ってなんかこう一回赤いの入れると、うん、次黒染めやっても、うん、光のところにいったらめっちゃ赤残んねんで、うん、だから俺もう早く赤落ちへんかなと思ってむっちゃシャンプーすんの俺でも赤は、まあ、一瞬で落ちるでしょそんなことないよだいぶ頑張ってるけどね頭皮むけんちゃうぐらい洗ってない泡ずっと待って全然落ちへん割と根元黒いね根元はもう黒いうん丸刈りしようかなマジ丸刈りマルゲリータマルゲリータする小学生やボーボー見た後の小学生やマルゲリータするよマルゲリータマルゲリータちょっとさちょっと残してよ上やっぱちゃうか、うん、スポーティーにしてよスポーティースポーティースポーティーする、まあまあまあ、でもマルゲリのさこう役者さんってそう見ひんやなんかその、うんうんなんか特攻ものとかさ戦争ものやって役限られちゃうからね、うん、まあね、うん、確かにいやでも一応プロフィール映像関係にも飛ばしてるから丸刈りにされると困っちゃうんだけどあそうかめっちゃ若くない俺でもこれ俺さ衣装がねなんか白いパーカーにペンキがバーってなってるやつを全部提供されてるんだけど、うん、うんうんそうになんか灰色のなんかスラックス系、うん、でまあ、白い靴下にスポさんなんで、うんうんまあ、いろいろ設定あって、うんうんうん、サンダルになってるんだけど、うん、マジで大学生なのいや大学生でいけるやろでそうでカメラマンの人にも、うん、高校生みたいって言われてあのちょっと恥ずかしいんだよねそこまで落ちるとなんかそうやなその大学生みたいって言われるとさなんかまだちょっとそんな若々しく見えるんですかって高校生ってはずいよな、うん、なんかまあ大学生でも22ぐらいだからさまあまあまあなそれでもちょっとは、まあ、若くない、まあ、って俺ずっと言ってたんだけど10歳落ちはちょっとなそう、うん、高校生ってなったらさ、うん、10歳以上15ぐらい一回り以上若く見られてるいやさすがに恥ずかしいってえでもさ老けたなとは思うやん、なんかそのいや老けたなとは思うめっちゃ老けたなと思うけど、うん、俺肌荒れする理由とかも俺調べてさ、うん、分かったんだよ、うん、あのホエイのプロテインが良くないらしくてあそうなんそう筋トレしててホエイプロテインを飲むとなんか男性ホルモンが出てきて、うんうん、男性にとってめっちゃいいこと多いんだけど、うん、なんかその男性ホルモンの中のなんとかっていうなんか成分があって、うん、それが肌荒れさせるんだってあ確かに男性ホルモン多いやつって結構ブツブツ多いよねそうでまあそれは合う合わない人によってあれらしいんだけど、うん、なんか筋トレとかしてプロテイン飲み始めてそうなる人はそれが理由らしくってそれで俺あれじゃん3月4月あたりからさ、うん、もういよいよプロテイン入れ始めたわみたいな感じでやってて、うんうんうん、5月ぐらいからもうずっと肌荒れ治ってないじゃんまた言えたおえおどっかでかいの来てるんじゃない余震あるってほえほえみんな落ち着けって慌てんな慌てんな大丈夫声全然聞こえなかったそうらしい。だから俺最近ソイプロテインにしたんだけど、あと食べ物でなるべく摂取するようにしてんだけど、はいはいはい、ソイもあんまりなくてさ、絶対ミルクとソイが混じってんの。うん、だからあの粉のソイプロテインを買うしかないんだけどさ、うん、そんな金なくてさ、ソイプロテインちょっと高いイメージあるかな。ちょっとね、ちょっとだけ、うん、1000円ちょっとぐらい。でもソイプロテインはめっちゃうまい。あ、そうなの？なんか。って思う俺でも植物性のに変えてでもいよいよそのビタミン系、うん、マルチビタミンのサプリとあとオメガ3系脂肪酸のサプリを、うんうん、リポアルファとかそう取り始めてなんか徐々に治ってきたあああのここが
ホコってな中にあるやつが今どんどんなくなってきてるから。でもあとこの後を取るだけなの。10年ぐらい知ってるわけやん、うん、そんなん初めてじゃない。初めて。俺肌荒れなんて一回もない。なんか俺の方がむしろさ多かったもん、ね、たまにもう出目金みたいになってる時あるわ、うん、バーンって。なんかそ俺肌荒れなんて絶対しない人だと思ってたから、うん、だやっぱなんか飲みすぎたりさ、うん、飲みすぎて例えば調子こいてラーメン食っちゃうとか、まあ次の日に出たりするけど、まあ、すぐ治ってたのよ、うん、だからもう完全にその体型がプロテイン飲むのも俺は人生で初めてだから、うん、まあまあまあ体作るのって金かかるじゃん。金かかる。マジでね。マジで金かかる。だから金あれ無理になってくるよね。無理になってくる。だって俺やってたその3ヶ月間のガチトレの時は、食費がやっぱすごくて。そうだよね、うん、卵何ぼほど食うねんっていうぐらい卵食うたし、とか飽きてくるから飽きないようにこうちょっとでもこうしようとかって思うとやっぱ金かかるやんか、うん、今全然気にしてへんやんか。もう家で米ピー炊いてもう米に鮭フレーク乗っけてガーッと食って終わりやん、うん、それがそらあかんそらあかん。それよほんまに一気にあの血糖値上がるからな、うんま、でもさあの食事制限してるとさ、うん、あの血糖値がこうたまにそういう飯するとさ、うん、血糖値の上がり方わからない。わかるわかる。自分の体にも、うん、かる。なんかうわだるくなってきたって露骨にくるよ。露骨にくるよね、うん、で俺なんか、まあ、この前本当に炭水化物久々に食ったっていう時の血糖値の回り方異常で、うーん、でオートミール今日食ってきたって言ったじゃん、うん、オートミールすごいな。全然回んないね。ああ、ほぼ食物繊維だから。そうね、全然回んない。そうあれGI 値っていう血糖値 その上がるなんかその値がすごい低いから。あ、お蕎麦とかも結構低いと思うんだけど。でもそうってさあれでしょ、普通の安い蕎麦食ってたらダメでしょ。小麦とか小麦だったら、あの蕎麦粉のもう何なら10割蕎麦とかの方がいいが本当はいい、うん、最悪ニッパチでしょ。ニッパチ俺でもニッパチ蕎麦が一番好きだからな。いやでもまずだから安い蕎麦を買おうとするとニッパチはさすがにないのよ、ね、ないね。いや大体5割5割蕎麦やな、うん、富士そばとかでも5割じゃん。だいたい5割よ。そう。一発買おうとするとね、ちょっと高くつくね。高い高い。このま、あの乾麺の一発とかあるじゃん。うんうんうん、あれ350円以上するじゃん。する。あれ一食かいって思わない？思う。高ってなるよね。高い、めっちゃ高い。何だっけ、超新塾のさ、うん、あのコアラコアラシさんっていう、あの超新塾のマッチョ担当の人けど、うん、ボディービルにも出てる。あの人はガイ、あのこの前、うん、おおってすげえなって思ってたのが、糖質ゼロ麺の正しい使い方を教えてやるって言って、でラーメン食いたくなる時あるんだろう、うん、で家で袋ラーメン食べようと思って、うん、でも1個じゃ絶対足んねえってなって2つやっちゃうだろう、うん、そこに罠があるだろう。だからあれ1個やってそこにそれ一緒に作ると倍になるんだけど、うん、カロリー変わんねえんだよっつって、あ、確かに俺今まで糖質ゼロ麺とかゼロカロリー麺みたいなやつって美味しいないなと思って、あ、食ってたけど、あれだけだとね。あれだけだと、まあでも合わせちゃえば、合わせちゃえば気にならへんから、なんか麦ご飯とかと一緒に。そう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 。うわ、それ賢いな思って。まあでもな、結局金かかるよね。まあ倍かかってる。倍。そう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 。そうそうそう。まあな、うん、そう。そういうのするとかやっぱ金かかるので。今ね、皆さんね、こうやって体作ったりとかされてる方だった方ね、なんかいい意見とかあればコメントお待ちしてます。ね、捻挫癖がまだ治ってないか、この業界だと今日あとみんなもね、あ、お礼言っときや、ありがとうございましたって。